今日も始まりました楽しい水耕栽培第2回目とこれをやるときに一人でこうカメラに向かって喋ってるのでどれぐらいの声さらにご近所さんにもおなんか変なやついるぞみたいな、ね、感じになっちゃうので声を抑えながらお話をしてますが第2回目前回はキットを組み立てて何よりも今どこ見ればここかなここだねはいここだしはい何を育てるか要はじゃーん種を買ってきました、はい、なんだそうブロッコリースプラウトこれねこう買った時にあって気づいたのはこれ面白いですよまあコップで約5杯分とかそしてこれ、ね、多分何なんだろう 2,3 日今日はあの水耕栽培のあのキットで育てるほどのものでものではないっていう言い方は悪いんですけどもあそこで大々的にやるぐらいのものじゃなくてなので今日これをやるための別の入れ物を買ってきましたなのでこれはこれであのキットは使わずにやってみたいなと思いますあ今ねこれ今多分ね目線ねこっちじゃなくてこれ読みながら喋ってるみたいなねはいブロッコリースプラウト買ってきたやっぱりあとですねこう色合いあこれだなサラダミックスベビーリーフやっぱりこうねサラダ美味しいサラダ食べたいなと思ってこの辺りは非常にやりやすいんじゃないかなと思いますね色合いとかもそしてほらなんだろうなもう健康志向エゴマ別に種取って油取るわけじゃないですよねはいまあ実際はこれは何だ書いてる文章を読むとシソの仲間で葉を焼肉と一緒に食べたりキムチ漬けやニンニク醤油漬けなどに利用する健康野菜もうね健康志向ですからねはいこういったものをそして水耕栽培に向くのかなおかひじきはいこれは多分水耕栽培でやるとどんどんなんだ茎葉ともに旺盛にちょっと今飛ばしました旺盛に分枝分かれするって書くのかな分分かれるに枝そして1メートルほどに広がりますあの木って多分いっぱいになってしまいますけどねまあこれもちょっとチャレンジそして水耕栽培で何をしたかったか何をそう一番はこれですもうね何か分かんないですけど無償にただクレソンが食べたいほらいやどこでも売ってんじゃねみたいな感じはするんですけどねいや、黒石の、まあ私がただ見つけれないだけかもしれないんですけどね。ただただ、こう、クレソンを食べたい。実はこのためだけに水耕栽培を始めるみたいなことなんですよね。はい。なのでね、まあ、水耕栽培でクレソンもどれだけね、伸びるか。はい。まあ実験試しながらやっていきたいなと。で、じゃあこれをじゃあ水耕栽培ただねスポンジに巻けばいいという話じゃないので実はこれをやっぱり発芽させるためのちょっと手間暇というかなのでまあ明日は土曜日日中は仕事がないので明日そのあたりの準備のあたりから入っていきたいなというふうに思いますのでお楽しみにありがとうございました。